根府川駅は、JR 東日本、東海道本線の駅です。1922年、大正11年、12月21日、神津駅から真鶴駅間の開通時に、熱海線の根府川駅として開業しました。後に、熱海線から東海道本線に改称されました。根府川駅の駅番号は、JT18 です。1日の平均乗車人員は639人2008年度であり、東海道本線33駅中33番目の乗車人員、降車客含まずとなっています。また、関東の駅100選に選定されています。熱海線が開業する以前は、人車軌道の自走人車鉄道や、蒸気機関車牽引の軽便鉄道が、小田原と熱海の間を結んでいました。なお、下り線4番線ホームの一部は、ホームが狭いため、撮影禁止区域となっています。関東大震災殉難碑が改札横に設置されています。この日は関東大震災での列車転落事故の慰霊碑となっています。寺山神社に来ました。7月第3日曜日の例祭に悪疫退散などを祈願する鹿島踊りが行われます。白糸川橋梁を遠目から眺めてみます。眼下には東海道新幹線が通っています。